ショールーム始めました。過去形20分ほどします。よし、こんにちは、ギョッテンユリナです。よーいよーい。あー、今日めっちゃ寒いよね。ピエンです。私はしっかりヒートテックも着て、なかなかです。なんかすごい目がね、ドライアイなんですよ今。別れの時が出てきたよ。いかんと思う。でも一応あれじゃない、教科書の歌やからいいんじゃない。あ、ほい、いかんか、いかんと思う。教科書でもダメやな。教科書でもダメですね。そう、マジで寒いね。だってみんなもマフラーとカイロが必要じゃん。マフラーとカイロが必要ですね。しかも風が強いけんさ、これがまださ、風がなくて空気が冷たいとかだったら、あ、寒いわかるけど、空気冷たいのに風まで起こしてもらったりしたらマジで終わり。そう、本当にただの寒いやつやん。うん、ただの寒いのは嫌やー。前髪の敵、いやそれな、ほんとマジでそれな。こうも前髪の敵っておるもんかねって思うぐらいマジで敵やわ。敵ってかもう完全にライバルよな。風は、風はもうライバルです。ほんとに何でこんなに寒いのか。あともう寒くなってくるとさ、喉が死ぬんですよ。喉が、私の喉がね、ご愁傷様になっちゃうんですよ。もう本当に私は喉が弱いので、乾燥すると喉ってなっちゃくて、もう喉マンになっちゃうので、これからの季節はマジで喉ケアをちゃんとしないと。本当に公園とかは、まあ、あるか分からんけど、冬の時にさ、公園とかがさあるとさ、終わるじゃない。喉がめっちゃ歌うじゃん。マジで寒いんだね。だって一桁だよ、一桁。やばすぎ。マジ？うん。夜から一桁。うん、5時から一桁やって。やばくない？それはもうマフラーもしてるし、マフラーしだすと何が起こるか。バチバチ。痛っ。最悪ってなるから。いろんなとこにバチバチくんさせるっていう。天才やからな。
るって。何注意報？寒い寒い注意報。強風？乾燥？冬ってずっと出るくない？乾燥。うん、出てる。ずっと寒いイメージやん。ずっと寒いってさ、ありがたくないですよね。マジで。ハワイのめっちゃ嫌いや。暑いのも嫌いやけど。どっちの方がいい？寒いと暑い。寒いって言ってきたけど、正直寒くなると暑い方がいいなって思っちゃう。暑くなると寒い方がいいなって。うん。夏の方が太りにくくないで、外に出とけばの話やけど。それな。勝手に消えた。リンの処分。え？こう。いきなり消えた。パッて。怖いですですね。見て、第1弾のコラボ大好評で、サンリオのキャラクターが呪術とコラボしてんだって。ブリーチとコラボしてたのに今度呪術とコラボしてんの、やばー。劇場版呪術廻戦ゼロ、ゼロって読むか知らんけどな、キャラクターのコラボだって。おっこつくんのこのキャラクターすごい知らない。なんて読むんこれ。にゃににゅににょだって。へへ、かわいい。いや、おこつくんかわゆいな。わー、ケロケロケロッピ。へえ、マキさん、ケロケロケロッピ。あーら、かわいい。トゲくん、キリミちゃんなんだけど、かわいい。そういうことか。鮭とかって具材言ってるから、うん、おかずなんだ。キリミちゃんって鮭でしょ、だって。しかも見て、食べてんだけど、見てよ、めっちゃかわいい。そうや、食べられて、かわいい。かわいい。ゲトーさんは、お、めっちゃ懐かしくない、このキャラクター。このキャラクター、うんうんうん、ブ、名前わからん、ね、読めない英語が。ルルルル、なんとかローマンス、なんとかロマンスちゃん。あー、はいはいはい。五条先生はシナモン、シナモロールドですね。キティちゃんはおらん。うん、前はいちごだったっけ。違う、うん、いちごだった気がする。あ、クロミちゃんパンダさんだって、かわいい。どっちもかわいい。どっちがゆるキャラって一瞬思ってしまった。似すぎ。どっちがキャラ、ゆるキャラみたいになっちゃった。なんかちょっとバグっぽいな、うん、な、かわいい。ゲリゲロゲロ、かわかわなんだけど最高。あー、え、うん、うん、うん、あ、一緒なんだ。え、24日から販売なのね。合わせてんのか、映画上映と。ね、映画上映と合わせてんだって、みんな。やばくない？なんかいっぱいあるんだけど、全然さ、ボケて見えないんだけどさ、超かわいい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 。11点。
こんなもんか。アクスタ 15.5 やからこんなもんとこんなもんの。あ、じゃあこの間のあれか、あれと同じぐらいかな。キティちゃんとブリーチがコラボした時と。最高に可愛いじゃん。よき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 かな。よきよき可愛かったですね。やはり可愛いは素晴らしいっすね。マジでさ、寝すぎたせいにさ、あくび止まらんってどういうこと？寝すぎたのにあくびが止まらんってどういうこと？寝すぎたせいであくびが止まらんだよな。怖い。寝すぎ。あるよね、そういうこと。あらぬ。頭の中に一瞬ビバハリケーンが流れた。なんでなんで流れたんかわかんないですけど。手がかじかみますね。セリと同じこと言ってる。何が同じだったんやろ。ビバハリケーンのこと？そう、同じだった？イエーイ。寒い。それの家の中にもって寒いってどういうこと？あ、眠すぎたあくび、そっちか。そっちか。僕も太陽公園出るの。いや、特にそんなもんは決まってないけど、出たいなとは思ってる。まあいつか出れるでしょう。その感じの話は前もしたんだけどね。まあうちエイトはさ、割とほら兼任してるからさ、2つやってるんよ劇場だから。多分僕隊は多分もっと先じゃない、出れるとしても。うん、見て、ここまで落ちてる。風やば。え、待って、バスタオル落ちてる。最悪じゃん。妹ちゃんは何歳年上、どういうこと？妹より私の方が年上やで。劇場の1列目で私を見てみたいんですか？いやーいやいや、そんなそんな、あんまり1列目よりかはね、真ん中ぐらいの方がワンチャンすれば一番もらいやすいと思う。目線がね、1列目ってだいぶ下じゃないといけんけん、割と上向いとる方が多いからって考えると、やっぱり真ん中の列ぐらいの方がいいと思います。向かい合う、向かい合う。ステージのなんてさ、ステージスタイルがいいだって。ありがとう、スタイルがいい、めっちゃ嬉しい。寒い。どうだった？氷のようだった。なんか風強いし冷たいし。最悪じゃんそんなの。風が冷たい。
終わってんね。寒い。え、いや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 、寒いけん絶対。ももちゃんの次なのね。あ、次っていうか日にち的にね。そう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 。立ち見の最善がいい。あ、それはそう、マジでそれはそう。立ち見の最善か、その客席の一番後ろかが一番目線、あの辺が一番目線が立ってて、普通に前を見たらあの辺が目線なのね。だから一番ええと思う、見やすいと思う。うん、やっぱ最前とかのとこ下からこう見るやん。下から見られたら人間って大体ブサイクやから。いや、かわいい。そう、いやいやいや、それは人による。いいねは大丈夫。いや、ブス。だからいい感じにが見れるんだったらやっぱりその辺が一番良いと思います。うんうん、と私は思う。まあこれは私の考えですけど、だって基本的にこう向いてやってるから、こう向いてやっててこう見られてたら 100% ブサイクやん。こう踊ってるやん、こうやって踊ってないやん。こうやって踊ってるやろ、どっちかっていうと。こう見られるやん。え、いいやん、こうやって見られたんで。いや、こう見られたらめちゃくちゃブサイクやん。下から見てんねんで、超ブスやん。大丈夫で。いややわ、いややわ。そんな、みんな下見たことある？自分で下からこうやってそんなに可愛いって思ったことないやろ。少なくても私はない。私はマジであくび止まらん。なんで？なんで？なんで？寝すぎ。それな、もうめっちゃそれな。遅かった？うん、昨日。うん、ま、15分経ったから今日はこの辺にしようかな。もうあくびしかしてへんもん。なんでが何が動いてんのか分からんけど。深呼吸して。あああ、座ってる。ま、そんな感じでみんな今日は寒いから気をつけてくださいね。よろしくお願いいたします。夜のすっぴん配信と対照的で面白い。そんなすっぴんやなんかブスに決まってるやんか。メイクしててブサイクや言われたらもうメイクしてる意味よ。すっぴんはブサイクでいいのよ。当たり前はブサイクでいいのよ。いいのよ、メイクしてる時に可愛けりゃいいのよ。そのためにメイクしてるんやから。そうそう。じゃあランキングでも読みましょう。はい、13位ひでつーさん、12位あきひこさん、11位なっていさん、10位かずゆきさん、9位ヤングさん、8位みあいさん、7位こしきかりさん、6位しんのさん。 EX 大使10冊ついに届いた。わー、10冊ありがとう。素晴らしい、素晴らしいですね。なんと推しが言ったことを忠実に守るなんて、推しの鏡、推しの鏡じゃねえわ、間違えた企画だ。ファンの人の鏡ですね、あなた素晴らしい。5位近いしーさん、4位ゆみごんさん、3位たかさん、2位わいまつさん、スマホケースかわいいねだって、ありがとう。そして今日の第1位はロバさんです。ちくしょう。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それでは、またの、多分今日横山さんのコンサート見に行く人とかもいらっしゃるのかな、この中ではね。楽しんでください、私は出ませんので。はい、
というわけで今日も見ていただきありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。